皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ということで今回はですね、楽天市場でおなじみのリベラスタイルさんからの商品紹介となります。まあ、リベラスタイルさんをね、知らない方のために、軽く説明させていただくんですけれども、バッグや財布から子供服やファッションまで豊富に取り揃えてるね、今楽天市場で人気のショップになっています。食品やね、美容関係も取り扱ってるらしくて、僕はね、男性なんで美容関係はちょっと見ないんですけれども、リュックとかね、ファッションっていうのはね、有名ですから僕もちゃんとチェックしているんですが、今回はね、そのランキングで上位にランクインした商品を今回ね、紹介させていただこうかなと思います。今回ね、リベラスタイルさんの中でもこれはね、ミニ四駆に使えるんじゃないかなと思った商品がございまして、そちらね、紹介させていただこうかなと思います。それがこちら、じゃじゃん、リベラスタイルさんの3ウェイビジネスリュックとなります。イエーイ。ビジネスリュックって言ったらね、お仕事に使われる方多いと思うんですけれども、シロクも実際ね、 YouTube、お仕事でね、使用することが多いと思うんですが、こちらね、最近流行りの薄型の、ビジネスリュックとなっております。で、通常のね、ビジネスリュックだったらね、俺もね、レビューしないよ。でも今回のビジネスリュックはもう本当にね、面白いことがたくさんありますから、みんな大好きのギミック搭載のビジネスリュックになっております。で、こちらの商品ですね、楽天市場で何度もランキング上位に食い込んでる超人気商品になっておりますので、もしかしたらね、すぐなくなっちゃうかもしれませんが、よかったらぜひ、購入してみてください。はい、ということで早速こちらの方紹介していきたいなと思います。まずはね、その3ウェイについてね、紹介させていただくんですが、もちろんこちらのバッグ、かなり薄型となっておりますので、例えばこれをね、こちらこう普通にリュックとして使用することもできますし、縦持ちね、縦持ちもできるし、横持ちもできるよといったような商品、3ウェイになっております。基本的に俺はリュックで使うことが多いと思うんですけれども、ちょっと怖いところとかあるよね。リュックでこうやって持つにはちょっとね、後ろの人に当たらないかなとか、中に入ってるもん大丈夫かなと思うときに、薄型ちょっとしたところであれば、横持ちとか、コンビニに入るときとか、わざわざ後ろしようかなというような感じだったら、こっちでいいかなとか、そういうときにね、使っていただく感じになると思います。でね、俺がね、これを押してるね、一番の理由がね、ここなんです。近づいてほしいなぁ。ズズ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 ズ、危ない、間違えた、近づきすぎましたけれども、はい、ということでこちら見て、 USB がついてんの、やばくない？これ USB 一体何に使えるか、もう想像ついたね。例えばここにスマートフォンとか挿して、さらにはこういったね、ミニ四駆の充電機器とかここに挿して、例えばこれね、リュックこうしてる状態で充電ができちゃうわけ。やばくないですか？例えばよ、許可されているお店のレースとかであれば、並びのレースとかだったら、並びながら充電して、もうその場で最後スッて入れて、ガチだよね。ほんとギリギリまで電圧をね、チェックしながら走らせたりだとか、その他にもですね、大会で動画を撮影するとか、充電がね、ちょっとなくなるの嫌だなと思ってる人たちとか、ここからね、例えば GoPro に直接充電をすることができます。つなぎ方なんですけど、こちらね、バッグの中見て、そうポケットがね、細かいポケットや、こちらね、裏ポケットまでたくさんあって、結構ね、クッション性もすごいです。で、ここにこちらね、ペンとかを挿すポケットがあって、ここにモバイルバッテリーを挿して、付属の USB をつなぐと、ここから供給できるってやつですね。と、手前にも横持ちの状態でのポケットとかね、こんな感じで中身も高級感あって、すごいかっこいいですよね。それともう一つですね、特徴があって、これもね、俺の中ででかいなと思ってたんですよ。例えば僕って結構大きいリュックを使うことがあるんですけれども、パンパンに入れてる時は大きいのでいいんだけど、そこまでいらないなっていう時もあるんですよ。そこまでいらない時は正直このサイズでいいわけだけど、ちょっとさ、遠征とか一泊するよってなった時に、どうしても下着等を入れなきゃいけないじゃないですか。下着やシャツ、そしてズボンとかね、あるだけちょっと入れていきたいなというところがあると思いますんで、そういう時にね、使えるのがね、これがね、俺めっちゃ大好きだった。このリュックのこのチャックをぐるっと一周回すだけで、こんな感じでここの部分がね、倍に広がるわけ。やばくない？結構大きくなったと思うよ。サイズがね、自由に変えられるんですよ。必要な時は大きいリュックで、必要ない時はちっちゃいリュックでみたいな感じで。で、一応ね、これをじゃあ、もっと手軽に使いたいよっていう時は、これを閉じていただいて、閉じる時もね、非常に簡単よ。
もうぐるっとこう回してあげたら勝手に取っちゃうからね。そしてね、今回こちらなんですけれども、寝るクッションっていうのをね搭載されておりまして、まあいろんなところにねクッションがついてるんですよ。例えばこことかね、こことかもしっかりクッションがついてますし、もう中側もねしっかりクッションタイプになってて、電子機器をしっかり守ってくれるっていうところからも、まあシロッコやそしてねミニ四駆のレーサーたちにもかなり向いている商品なのではないかなと個人的には思います。そしてなおかつよ、なおかつこれがね、まあ僕がまあこれにしよう、これをねレビューしようと思った一つのもう決定打になるんですけれども、このリュック防水です。もう本当にねミニ四駆やっていくときに充電器とかね雨急に降り出したらどうしようとかなるんだけど、これならね大丈夫っていうところから、まあ、ノートパソコン、そしてね、まあ、タブレット等を運ぶ、まあ、仕事用としてもね非常に使いやすいバッグになっておりますので、皆さんもね気になったらぜひ購入してみてください。これね値段もね高くないわけよ。こんだけ機能ついてて形もしっかりしてるね高級感のあるビジネスリュックって結構高いんですけど、リベラスタイルさんのこちらのねバッグってね、かなりねリベラスタイルさん自体がね価格は結構抑えめなんですよ。ですのでこちらのバッグ、なんと現在楽天市場で1万800円で販売されています。もしねこちらの商品気になった方は下の概要欄の方からぜひ購入を検討されてみてはいかがかなと思います。はい、ということでこの動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。